お疲れ様です。今日はそれ環境最強デッキトップ3ね、紹介していこうと思います。さあ僕なりにね、現環境の、まあ、通兵デッキ、イカレデッキをちょっと3つね、はい、ランク付けしたので、ちょっと皆さんね、よければ参考にしてみてください。というわけで早速ね、第3位からいきます。第3位こちら、トルネゴブリンドリルです。はい、まあゴブリンドリルですね、強すぎます。てかもう強いどころじゃないんですけどね、ほんとイカれてます。分かってても止まんないし、対応してもダメージ入るし、なんだ、攻めでも使える、守りでも使える、4コスト便利すぎないか。なぜか砲が来ないんだ、本当にね、おかしいんですよ。強すぎるんでね、使ったことない人とかね、まあユニレベがないとかもね、いろいろちょっとあると思うんですけど、使うべきカードですね今はね。本当に強すぎるのでおすすめです。というわけで、まあ、進化カードは今日はナイトボンバーですね。はい、ナイトボンバーでやっていくんですけど、まあ、最近はなんか進化テスラも結構増えてるので、まあナイトの進化をやめてテスラ進化でもいいと思います。まあボンバーは進化した方がいいね。今のクララで一番強いのってもうボンバーなんで、まあ、進化カード進化で一番強いのは明らかにボンバーなので、使わないのはねちょっともったいないんでね。よいしょ。はい、これ相手スケキンもボンバーも裂いたんで、ちょっときついんじゃない。ドリルの受けポイズン打っちゃっていいな。なんならいやでもこれでこれでこんだけ入ってますからね。1000ちょい1回の攻めで入りすぎですね。こんな入んなくてよかった。まあなんだかんだ進化ボンバーもあるので、正直2倍タイム3倍タイムに入ってトルネプラスのスケラナ、やべ、じゃボンバーにビビっちゃったな。トルネがふにゃふにゃだった。うっ、痛い。こういうのでも相手のユニットの位置ではね、抜けるんですけど、多少警戒もしてるか。やべ、う許して。本当に下手なんすわ致命的。現環境で進化ボンバーが下手とか言うのは、ね、致命的とはある。まあでもテスラ置いて、で大事なのはやっぱこの進化ボンバーは強いので、いっぱい出してください。手札に回ってきたら取り今出しとくぐらいの感覚がいいね。でトリトン用に軽く蓋だけして、テスラ置いて、ファイブだったな今。まあスケキン持ってるんでね。おスケキンソイト、キング起動とかやれたら幸せです。キング起動もできないと。まあこれポイズン打ってテスラを切っとけば、まあ守れるんでね。本当に今はね、テスラと、あこれ取れて引っ張るわ、テスラとポイズンあれば全てが止まる時代です。トルネもあるんでね、便利なことに。よいしょ。よいしょ。ダガーだから、ちょっと怪しい。ボンバーが優秀。こっちで引いた。優秀すぎるな、君。さあ、攻めて、ポイズンも欲しいし。まあ、打たなくたっていいね。ダークネクロに俺はポイズン打ちたいんで。それ以外には、まあ、無理して打たなくてもいい。まあ、打ってもいいけど。で、まあ、本当にね。これだけは覚えて帰ってください。端前トレネボンバーです。嫌われます。嫌われますが、最強に強いです。で、まあ、ドリル飛ばして、テスラが全部回収してくれるっしょ。で、まあ、テスラ置いて。テスラの置く位置って難しいよね。滑っちゃうんだよね。で、ボンバーは回ってきたら置く。いや、マジ、これをするだけなんですけど、今の環境は。これがね、分かってても、なんだろうね、相手も。これどうやって突破するんってなるし、どうやって守るんともなるんだね。さあ行きましょうか、一番気持ちいい時間帯です。あー
これをするがためというかもうしたいがためにねこのデッキはね流行ってはいるんですけどめっちゃいます。ちなみにこれマルチちょいみんなこれなんでね、はい、おすすめでございます。超強いというか何これお遊びやんけみたいなデッキですけどアホ強いです。もうトルネポイズン、うん、トルネボンバーやばいっすよね。しかもねこのトルネプラステスラがあるんで、まあ、ホグなんてもう通らないんですよ。はい勝ちました。で俺はねドリルでちまちま削れるしボンバーでねさらにちまちま削れますよと。どうやったら負けるんだこれ。ああこういうロケコとかですね。いいロケ来ちゃったな。まあテスラで止まるでしょう。キング起動したいんだけどな。できねえかな。ダガーガールが強すぎる問題がある。これでもちょっと熱い。ボンバー、え、一発入りました。よし、これで3700です。なんでっていう。ただボンバーが600ぐらい削ったんですよね。やべ下手すぎるテスラの位置。いや下手すぎる方がいいか。なぜなら近畿度ができる。うーなんでマジダガーから強すぎだろ。自分のダガーに裏切られてはいる。まあ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  A でしょう。さあで重要なのはボンバーをいっぱい出すことなのでボンバー出します。テスラあります。ポイで削ってこれやばいよなこれ負ける未来あるかな俺っていうやつよく負けます。いやーやべえなんだこの鉄の位置独特だな。うーんボンバー入ったら幸せだったな。てかマジで近畿道できねえな。なんか負けそうじゃない本当に嘘って言って。いや、いやマジこれだけで強い。ドリルポイズン分かってても入ります。はみ出ろ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 。いやーいい防衛だな。これ一発受けるわ。でも近畿やっとできた。なんかちょっと負けそうな気もするんですけどまあそれは気のせいってやつですよ。はみ出てお願い。こうなってくると怪しくなってくる。マジでなんか怪しくねえ、ちょっと待って。いやでもねボムで抑えられてんで横にずらします。これちょっと重要です。横か前の2択です。ドリルはよしよし。もう1枚カード咲かせることに意味がある。いやーもうねそれ嫌なんだよな。避けれる。危ねえ。マジ怖すぎ。ロック嫌だ。進化ナイト、進化ナイト、いってらっしゃい、カチコチ。いや、マジで危なかったな。あ、相手のデリバリー、これやばくね？ボンバー読んでるやん。さあ、さすがに？いやー、怖っ。ケツオグマジで怖いやん。いやでもやっぱり止まるっすよね普通に考えたら。やっぱ突破できないっすもんね。テスラが強すぎはするか。
これテスラが全て悪い説あるか。まあボンバーもドリルも間違いなく悪いんですけど、全てをこれ破壊してるのはテスラなんですよね。こいつをだって出すだけでモグライダーは突破できないですから。さあ、でこのちまちまね、ゴブリンドリルの着地時のダメージ、ウッドの削り、ポイズンの削り、ボンバーの削り、トルネの削り、全てあるんでね、ちま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 確実に削っていけるのがこのデッキですね。さあということで、まあ、第3位ねトルネドリルでした。続いて第2位こちら、なんとトルネを抜いた矢の雨ドリルでございます。はい、ふざけてんのかと。まさかの3位がドリルからの2位もゴブリンドリルなんです。なんてそんなことがあるんでしょうか。バカな話でしょう。ふざけてんのかとなるでしょう。真面目です。はい、今日の俺はいたち真剣です。いつも以上に真剣に考えました。3位がトルネドリルならば、2位はトルネがない高回転の矢の雨ドリルです。やっていきましょう。ふざけてなんかありません。証明します。至って真剣です。真面目です。はい、本気ですよ私は。それほどねゴブリンドリルが今恐ろしいんです。まあ、しかもねやっぱ簡単、そのなんかね使い方が難しいとかだったらまたあれなんですけど、これでいいんだったら飛ばすだけっすよ。でポイズン打っちゃいいんですよ。はい、これだけなんて簡単なんですか。はい、流行りのねジャイです。ジャイ。対戦相手のデッキも同じだからな。これもまた恐ろしい。いや、なんだそれ。レイジ？いや、これ待って、エリゴレか？スケ。エリゴレ説あるね。おい！エリゴレ来てた。まあでも止まるっしょ。ポイズン嫌な雨なんだね。結構エリゴレには強い気がする。で、まあテスラ置いて。で、まあ、進化ボンバーも正直使っていいね。ダクネしばけるんでね。まあ、ポイズン打つかは、もうちょっと待ってから、まあ、打っちゃおうかな。打っちゃおうかな。打つとエリポンがそう立っちゃうんでね。あんま、起きたくもなかったんですけど。まあ、まあ、いいでしょう。守ればいい。その後をね。さあ、エリゴレね。いやー、まあ一旦これはね守ります。攻めたい気持ちを抑えて守りましょう。でダクネリポイズン打ちたくねー。打ったらまたリポン来られるんですよ。やなやめあるんでね、頑張って守れるかな。いや無理な気がした俺には。俺じゃ無理な気がした。でテスラは延命したいよね。え待って、なんか残ってる野郎どもがいる。これやらめきと、いや来ないんや。いや来るよね。よしよしよし。いやこのテスラはよく置いた俺は。でここはポイズン打って壊して守ります。気合でここを守れば俺の勝ちです。守れなかったら相手の、はい、エリゴレの形組み組みに負けですよっつって撤退しましょう。止まります。やべ、テスラなんか変なとこ出た。変なとこ出たが、まあ止まれば何でもいいか。エリクソンめっちゃ増えるよ。さあ。あんたはいつまでエリポン置いとんだよおい。これポイズン回せる気がする俺には。これスキー系あるんでね、攻めたら負けだ。攻めたい気持ちを抑えてね。え、スキー系に抑えた。熱い。こういう時に飛ばそう。ライブサイト。ん？マジ。危なすぎる。いろいろと。怖すぎる。ボンバー？いやー、いいね。危ねえ。なんか怖えな。さあ、まあでもこれを守れるってことは、もう何でも守れます。変なことしなきゃ何でも止まります。はい、ポーズ打って。打って欲しかったんでしょ？削って欲しいんでしょ、コウモリかなんかをケアで。テスラ置いといて欲しかったんでしょ。気持ちいいぐらい溶けるな。全てが
とか言ってたら意外と止まんない事件があるよな。怖いな。急に。やばい。アホ、待って。ちょ、マジでアホすぎる、それ。普通に。やばい。バッテリーに敗北する。しかもこれボンバ入るわ。あっつ。これやばい。気持ちよすぎる。危ねえ、マジ。バッテリー。最強すぎん。一番強えって。危ねー。まあ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 、基本デスラの時は守れるんでね。はい、取れないやつも強いです。それでこの柳雨型がね、トルネ型よりもまあ順位が高い理由なんですけど、なんかまあトルネがある方が強そうに見えるじゃないですか。まあ強いんですけど、トルネがある方もね強いんですけど、やっぱ柳雨がね、やっぱここ最近ボンバーが流行ってるからっていうのもありますし、まあダークネクロが流行ってるっていうのもありますし、なんか環境にねすごい刺さってます。はい、それこそクロスボウもね今柳雨だったりだとか、結構柳雨がね珍しく環境結構いますんで、まあいいんですよ、いいんですよ。だから柳雨なんですよね。柳雨だからいい、うん、あります。まあ使いやすいのもありますね。それは呪文いろいろありますけど、そのトップオブトップじゃないですか、柳雨の使いやすさっていうのはね。まあ事故とかもないんで、シンプルにね、プリンセスが来たから柳雨打つとか、まあダークネクロいる柳雨で芝くとか、ボンバー来まして矢で芝く。結構使いやすいんで、まあ、その、何？あれも使いやすいですけど、トルネもね。トルネも使いやすいんですけど、まあその分ね、事故りやすさとかもね、やっぱありますんで、まあそういうのも含めても、よいしょ。柳雨がいいのかなっていう、まあ万能安定。はい、総合評価の柳雨型がね、はい、上にしてます。まあ今回相手はトルネ型ですね。まあ負け寿司はまだあのトルネボンですね。はい。分かっててもまあ止めれないんですけど、止めなきゃいいというか、ボンバーが、でも大丈夫なように、まあ、テスラとか出しておけばなんとかなるかなみたいな。置いちゃいます。まあやなめく打ってもいいかも、間に合うかもね。うお、でかすぎるこの。いやー、まあ、取れたやつ緊急回避取るね。まあでもこれは行ってもいいんじゃないですか。なんならボンバーで、あそこを狙うこともできるけど、まあさすがに警戒が来てもおかしくはない。いやー、偉いね。さすがに来ますよね、と。でも俺はあの、ファルチェとかどうにもできないんで、ファルチェ気をつけたいな。まあね、テスラは最強なんで、できるだけ延命してあげて、で、まあドリル飛ばして、まあこれは端前、ボンバーね、一応警戒します。トルネ来る。怖え。マジ、本当に、ヤンキーすぎる。それが強いんでね。さあ、ポイズンで削ってもいいな。で、ここで、ボンバー出して、ファルチを削るとかもあり。さあ、で攻めてあげて、柳雨でしっかり守って、次の進化ボンが負けですね、俺の。はい、なので進化ボンだけ警戒して、もうドリル飛ばしてポイズン柳雨けんないかな。よいしょ。ポイズンのダメージ260ぐらいギリありそうだけどな。まあ矢打ってさ終わりですよ、と。
まあ大きな差はないですけどね、トルネもヤナーメもそこは結構好みかなと思います。というわけで第2位がね、トルネなし高回転ゴブリンドリルでした。というわけで、まあ、今日のラッキーボックスでも引いておきますか。ああ、ザレアでした。まあ基本当たんないんだよね。続いてラスト第1位で、3位ドリル、2位ドリル、ということは第1位ジャイでした。はい、エリポンジャイアントですね。さすがに環境トップ3紹介するよって全部ゴブリンドリルだったら、はい、無事殺されるかなと思いましたんで、ちゃんとね、1位はジャイです。はい、ドリル鬼強いんですけど、それよりもはるかに強いのが、はるかに強い、まあ同じぐらいですね。はい、ぶっちゃけ、まあでもそのね、流行ってるドリルに対して結構戦えるってか強いのが今ジャイなので、はい、まさかのジャイなんですよね。まあゴーレムとかゴブジャイとか、まあいろいろね、いるっちゃいるんですけど、今一番強いのはこのジャイダークネクロです。はい、まあ今日も何戦かマッチングしたとした気がするけど、よいしょ。まあシンプルにもうジャイダークネ組んで、もうなんかこれだけで強い、正直。これであと見とくだけでいい。まあザップとかはね、なんか様子見て打ってもいい気もするが、まあここは俺は本当はエリポン置きたかっただけなんで、手札回しなんで、まあ無理せずね、エリポン来ます。まあダクネがダガーに強いよね。でまあこっから進化回していきたいんで、俺も打っちゃう。ロケコ、ロケコバーバリアンね。おお。さあ、ゴレですね。まあ、これは、逆サイジャイダクネで攻めて、残りをゴーレムの防衛に使いたいかな。このコウモリでね、ダガーガールの攻撃ね、結構なくなるんだね。まあ、難しいな。まあ、フェニが。フェニも良かったりします。ボンバーも良かったりします。で、まあ重要なのはエリポンです。本当に俺もうエリポンしか置かないんですよね。まあでもそれがね、結構良かったりするんだね。残って、さあ進化ザップちょっと欲しいけどな。260相手そんな大きな呪文ない気がするんで、ホバいたな、なんか知らんけど。でも許容できんのかこれ。ずっと飛んでんの嫌なんでしばきます。これやばいか、さすがに止まんないか。よしよしよし、あれを仕留めないとね、ちょっと危ないんで仕留めて、あとはなんかこのダクネのコウモリとかで事故ってくんねえか。いやなんかきつそうじゃない？そんなことないんかな。一応トリトンも警戒して、てかまあ適当に攻めて、ヤナメ打って、ザップまで打っちゃおうぜ。おい！いけ！いけ！ジェイパンチ！ジェイパンチ！ジェイパンチ！終わるんじゃない？さあ、呪文圏内ぐらいな気はするが、まあこれで、トリトンが絶対こっちに来るから、はい、ダクネを引っ張るんだあんたは。よいしょー、さあジャイが入って勝っていく。まあみたいなね、なんかもうジャイダクネ組んでエリポン入れ、ジャイダクネ組んでエリポン入れとけば勝てちゃうよっていうデッキです。本当にね、やばすぎる。なんかやってること何もしてないとか、ジャイダクネエリポン、それの繰り返しなんだよな。まあダガーガールが流行りすぎてるから、そこに対してダクネとかのね、まあマジでミラー対決で先にリポン置かれてるんで、だいぶ渋いっす。4ワードあげます。でリポン来ます。まあこれが環境です。はい、ミラー対決もね、でも勝てなきゃ上がんないでしょう。あのスケキン型だ、なんかちょいちょいいるんだよな。あ、ファイボは渋い。ファイボ？ファイボか。あ、やべ。
ああ、まあこれは美味しい。いや、うまい。そのエリポンを破壊するね。いやー、このミラー対決でこのエリポンの感じちょっと痛いな。1個出遅れてんな俺のエリポンサイクル。失敗。置くけどね全然置くけどね。まあ守りから入った方が多分有利なんで。いやー、そのファインボールさ、ちょっとずるない？まあ最終的にね、ヤナアメの方が強かった説もありそうだけど。いやー、これね、まあ行くしかないか、一旦ね。まあボンまで添えてあげよう、暇だし。うー、進化ザップ、進化ザップも強えよな。ダクネそんなしばかれるんだ、めっちゃ来そう。やべ、いや、これはね、タエタに入ります。いや、マジで、あの、エリポンの。てか、ファイボーが強すぎるんだけど。いや、美味しい。生まれろ。こっから勝ったら気持ちよかったりしないですかい？そんな未来をあなたに見せよう。あ、強いって。終わりましたマジこれはね、その上位互換ファイボというものがよろしくない。いや、まああとはエリポンのサイクルかな。あの、常に俺の方が一歩出遅れてるのが渋かったか。まあでも大量にいます、本当に。ジャイとエリポン、ジャイとゴブリンドリルだけ異常にいます。その2種類だけで環境の8割ぐらいはいますんで。よいしょ。まあ、ミラー対決も増えたな。エリポンいっちゃいます。はい。面白い光景だね。ジャイメガゴバルーン、ね、ジャイバルーンジャイバルーンですって。許容して。これ美味しいな。え、これさ、えぐいカウンターないっすか。ちなみに、早く間に合って。これやばいっしょ。からの俺左サイドもあります、正直。やだめ、おやこれやばいぞ。エリクサーのアドというものがクラロアには存在するんですよ。キングいけます、止まんないな。今だって2コス、限界の2コスワンパンですさあエリポン、エリポンのおかげですね。もうエリポンいたから置いてジェイダクで組むだけ。ジージー。さあこのデッキはね、もうデッキパワー SSS レートです。これより強いデッキは存在しません。お、ウッドまで来そうな。おい、え、これポイズン使ってくれたっすよ。ってことはエリポンが残ります。
いや、相手終わったんじゃね。なーん。お、珍しいバルキリード。さあ、まあ、ぽい相手にはフェニーが強いね。まあ、ぽい咲いた後なんで、このダクネも強いね。まあ、あれは、行っちゃっていいな。で、リトプリで壊したいな。もうこれで一撃みたいな。おもろい話も、あったりしませんかい？やばいっしょ。これで終わりっす。本当にエリポン置くだけ。さあ相手は諦めました。どうなってんの。破壊力がやばすぎます。エリポンとのシナシーがいいんだろうな。ってことでジャイエリポンでした。今までなかったっすけどね、エリポンとジャイの組み合わせなんか。30石とかでしか当たり前になっちゃったっすね。はい、ナイス。ってことで運営さん、ダークネクロを加工してください。俺が嫌いなのもあるんですけど、ダークネ加工してください、お願いします。さあ、というわけでトップ3ですね。はい、ゴブリンドリルトルネ、トルネなしゴブリンドリル、そしてリポン置いてジャイダクネすれば気づいたらキング折れてるイージーデッキ。はい、皆さんね、3つ使ってみてください。よければちゃんと高評価お願いします。では、お疲れ様だね。